皆さんこんにちは。音楽家で呼吸研究家の宮浦清です。私は1953年に生まれて今年で67歳になるわけなんですけれども、今でもサックス奏者としてライブ活動、そして作曲家として音楽を作る活動をしているわけなんですね。皆さんが知ってる私の作品としてはきっとこのルパン三世風魔一族の陰謀という映画化されたアニメーション、これは私が音楽を書き下ろした作品です。そんな私ですが、40代の終わり頃、一気に体の衰えを感じるようになったんですね。そしてサクソフォンの演奏することすら辛くなってしまった。サックスの演奏というのはスポーツに通じるほど体力を使うものです。そんな私を蘇らせてくれたのが呼吸パワーの強化だったわけなんですね。その経験を通じて約20年ほどかけて私が開発してきた健康メソッド、それが今日皆様にご紹介する音楽呼吸法です。50を過ぎて体力の衰えを感じ始めた方、そして60を過ぎてアンチエイジングに関心のある方などたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そんな皆様がすぐにでも始められる健康メソッド、それが音楽呼吸法なんですね。体は放っておけば衰えていくものです。でもその衰えはある程度食い止めることも可能なんですね。ではどうすればできるのでしょうか。こちらで見ていただくように、生命活動はすべて呼吸機能の上で成り立っています。生命活動の土台に呼吸機能があるというわけなんですね。健康の基本には呼吸機能の強化が必要になるわけなんです。呼吸機能の強化を具体的で分かりやすく、そして楽しみながら繰り返せる健康法として私が開発した呼吸法、体の衰えを感じ始めた50代、そしてアンチエイジングを意識し始めた60代以降の皆さんに向けた健康法、音楽の呼吸ともいえる音楽のエネルギーを使って呼吸パワーを身につける音楽呼吸法、今日は皆様に日々の生活ですぐに使える9つの呼吸法をダイジェストでご紹介したいと思います。はい、それでは音楽呼吸法の基本、息を十分に吐き切る練習、お腹を使う腹筋呼吸法です。見てみましょう。いかがだったでしょうか。音楽呼吸法のポイント、一つ目が呼吸が見える化されてるってこと、今皆さんご覧になって分かったと思いますが、二つ目が呼吸が音楽になっているってこと、
そして3つ目が呼吸が楽しめる、呼吸練習が楽しめるということ、そして健康につながる呼吸パワーが身につくわけなんですね。それでは次のエクササイズ、誰でも知ってる歌を歌うことが呼吸練習になる、それが動揺唱歌音楽呼吸法です。皆さんも一緒に歌ってみましょうね。いかがだったでしょうか。まずは楽しみながら歌うことで呼吸力を高めることができる、それが動揺唱歌音楽呼吸法なんですね。それでは次3つ目、誤嚥性肺炎を防ぐ対策用に私が開発した声帯の振動を応用した嚥下筋強化音楽呼吸法、見てみましょう。いかがだったでしょうか。嚥下筋が弱くなると気管の入り口、このカバーができなくなってしまうわけなんですよね。それで誤嚥につながってしまう。それでは次4つ目、呼吸と体の動きをシンクロさせてストレッチ効果や筋肉痛の緩和、首や腰の旋回運動に使える旋回運動音楽呼吸法。Thank you.
4つのエクササイズでしたけれども、次は残り5つのエクササイズをショートバージョンでご紹介します。ダンスミュージックに乗って呼吸のサイクルを測れるブレスメーター音楽呼吸法。はい、次にカラオケにも活かせる発声の練習、そして美容に活かせる表情筋のトレーニングにもなる発声調整音楽呼吸法。あいあお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 。はい、次に息がしっかり吸えるようになる横隔膜のストレッチにもつながるトレーニング、横隔膜音楽呼吸法。これは音楽呼吸法の基本エクササイズの2つ目になります。はい、俳句や川柳を読むだけで呼吸練習に、そして俳句や川柳を書いて自分で読むことで脳活にも活かせる俳句川柳音楽呼吸法です。草の友住み変わりよぞ飛騨の家、行く春や鳥なき魚の目は。はい、日頃のウォーキングタイムを呼吸パワーのトレーニングに変えるウォーキング音楽呼吸法。体の衰えを感じ始める50代、アンチエイジングを意識する60代からの皆様へ向けた健康法、音楽呼吸法の9つのエクササイズダイジェスト版、いかがだったでしょうか。音楽呼吸法の3つのメリット、1つ目が呼吸が見える化されているっていうこと、2つ目が呼吸が音楽になっているっていうこと、そして3つ目が呼吸練習が楽しめるということ。日常生活のさまざまなシーンで使える、家庭やオフィスですぐに活用できる9つのエクササイズがフルサイズとなって、この2つの DVD に収録されているんですね。その1枚目が動揺消化音楽呼吸法編として、基本呼吸法の1、2、腹筋呼吸と横隔膜呼吸、そして動揺消化呼吸法がこの10曲入ってるわけなんですね。そして2枚目健康美容音楽呼吸法編、こちらはさまざまな健康美容に活かせる呼吸法、ご紹介した9つの呼吸法がこちらに入ってるわけなんです。体の衰えを感じ始める50代、アンチエイジングを意識する60代からの皆様へ向けた音楽のエネルギーを使って呼吸パワーを身につける音楽呼吸法、いかがだったでしょうか。ご紹介した9つのエクササイズが収録されたアンチエイジング音楽呼吸法レッスン DVD、 興味があり購入をご検討されている方は、こちらの URL、QR コード、または画面下の概要欄からアクセスください。もちろん、スマホからのアクセスも可能です。まだまだできる、まだまだ楽しめる、体と心に向かい合って呼吸パワーを取り戻しましょう。音楽呼吸法の宮浦清でした。ありがとうございます。
Thank you.